皆様こんにちは。ブルースカイニュースグラチャンネル、あと成田をご覧いただきありがとうございます。私は ANA 成田空港でグランドハンドリング担当の永井と申します。今回の動画はグランドハンドリングスタッフ備品のあんなものやこんなものを紹介していきます。突然ですが、私たちグランドハンドリングスタッフが使用している備品と聞いて、皆様はどのようなものを思い浮かべるでしょうか。これから私たちが持ち歩いている備品について皆様で一緒に見ていきましょう。まずはこちらのタブレットです。このタブレットで手順書の確認や担当する便の情報を得たり、確実に作業を実施したという証拠を残すための撮影などに使用しています。続いてはこちらのパドルと呼ばれる誘導板です。これは飛行機を誘導するために必要な道具です。しかし最近は飛行機を自動で誘導するための装置が備えられているため、マーシャリングする機会は限定的になっています。展望デッキからマーシャリングしている姿が見れたらラッキーですよ。3つ目はこちらの笛です。私たちの作業には資格が多いです。例えばこちらのパッセンジャーボーディングブリッジ、略して PBB と言います。この PBB を使用する際に飛行機にぶつからないよう誘導するために使用します。4つ目はグランドハンドリングスタッフがみんな被ってるヘルメットです。飛行機にはアンテナ等の突起物が多くあったりと、頭をぶつけてしまう危険性があるため、グランドハンドリングスタッフは全員被っています。5つ目は安全靴です。この靴のつま先には重量物が足に落下した際に足を守るための鉄板が入っているんです。それでは実際に足が守られている様子を見ていきましょう。コンコンコンと鉄板が入っている様子がわかると思います。6つ目はこちらの軍手です。この軍手は手や指の怪我防止のためだけでなく、指先についているこちら、私たちグランドハンドリングスタッフが実施している示唆故障を視覚からも取り入れられるよう指先にプリントされています。ドアクローズ確認、よし。それではここでクイズです。私が持っているこのメジャーは何の長さを測るために持っているでしょうか。1、マーシャリングの時に停止線からずれた距離を測るため。2、取り下ろした貨物の長さを測るため。3、身長を測るため。シンキングタイムは5秒間です。それでは、スタート。正解は2番の取り下ろした貨物の長さを測るためでした。貨物の中には貨物機から旅客機へ乗せ替えることがあります。貨物機と旅客機では搭載できる貨物のサイズが異なるため、旅客機に搭載することができる長さを測ることがあります。その時に大活躍します。次に、皆さんもよく見る普通のクリップですが、このクリップはどのような時に使用すると思いますか。 1. 靴紐がほどけないように止める。 2. うるさい人の口を止める。 3. カッパのフードを止める。シンキングタイムは5秒間です。それでは、スタート。正解は3番のカッパのフードを止めるでした。カッパのフードをヘルメットのつばにクリップで止めている人もいます。私たちが使用するクリップは様々な種類があるんです。最後はこちらです。このジッパー袋はどのような時に使用するでしょうか。1、駐機場に落ちているゴミ等の回収。2、雨の日に書類が濡れないようにするため。3、お菓子を持ち出すため。シンキングタイムは5秒間です。それでは、スタート。正解は、2番の雨の日に書類が濡れないようにするためでした。雨の日は搭載時に確認する書類が濡れてしまうので、私たちはジッパー袋を使用して濡れるのを防いでいます。私たちグランドハンドリングスタッフは今回紹介した多くの道具を使って日々飛行機の安全運航に努めています。皆さんも役立ちそうなものがあったらぜひ真似してみてくださいね。皆様、今回の動画はお楽しみいただけたでしょうか。
この動画が良かったと思ったら、高評価とチャンネル登録お願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。ANA, Inspiration of Japan.